昨年大晦日に現役引退を発表したボクシング現 WBA 世界フライ級王者井岡一華氏28の妻で歌手の谷村奈々30が16日都内で行われた初出演映画星屑兄弟の新たな伝説20日公開の上映会に登場し夫の今後について初めて言及した舞台挨拶終了後 報道陣の声掛けに応じた谷村は、言葉を慎重に選んで答えた。井岡氏の今後について問われると、彼の中で決まっているので、引き続き応援していただきたい。彼の決断を、今回もそうですし、これからも尊重して、一緒に頑張っていきたいと思いますと答えた。井岡氏の現役復帰については、昨年大晦日の会見で、ゼロではないと言っていましたけども、 応援していただけたらと語り、米国進出について問われるも、無言で立ち去った。2月3日に、都内で予定されていると報じられた挙式についても、多くを語らなかった。谷村自身は昨年までに所属事務所を離れ、フリーで活動中。舞台挨拶では、すべてがわからん、大丈夫かリハーサルから、大丈夫かな という心構えでいたと撮影を振り返っていた。